玉水物語とは、日本のおとぎ造史の一つ。玉水とも、室町時代から、近世初期の作と言われているが、作者不詳。人間と狐との交渉の物語であるが、衣類コインタンのように姫を見染めた狐が男に、化けて、姫と恋愛関係になるのではなく、あえて女に化けて、姫のもとに仕えるという構想に特徴があると、されている。 なお、キツネがオスかメスかについては、作中で言及されていないが、一度キツネが男として化けることを思案するも断念していること。その理由として、獣と人間がちぎりを交わすと、人間の命が尽きてしまうという、人獣公開のタブーが考えられることから、オスであろうと判断されている。人とキツネが交わる物語としては、他に、キツネの創始や、 小畑狐などの作品が知られるが、前者は人間の男をたぶらかして生を抜く妖子系の話なのに対し、後者は人間に対して善意を持って関係を結ぼうとする話で、玉水物語は後者の系譜に属している。ただし、小畑狐は愛する男と結ばれた目狐が犬を恐れて遁走してちぎりが破れるのに対して、 玉水物語は姫が、玉水が犬を恐れているのに気づいて、犬を近づけないようにするなどの違いがある。本作は姫を死体ながらも、人獣公開のタブーによって、姫に不幸が降りかかるのを避けようとする狐の自己抑制が一貫して働き、自らの恋心を封印して献身的に姫に、奉仕した末に手紙を残して去っていく狐の純真さ、ひたむきさ、 つつましさなどの心情がよく描かれている。また、姫君については、神仏からの授かり物とされながら、具体的な神仏の名前は示されず、狐との出会いも、神仏とは縁のない花園での出来事に設定されるなど、他のおとぎ像詞よりも文学本位の要素が強い。また、 地方の庶民の間に受け継がれてきた古代以来の自然や動植物への親しみの感情が中世になって物語文学に取り入れられていった状況が本作品に反映されているのではないかとする見方もある。なお本作品とは別に公用語という内容がかなり酷似した物語も存在しており、室町時代物語体制にはどちらも収録されている。 ただしその結末は大きく異なっており、玉水物語では口実するように狐の哀れさを強調するのに対し、公用号は稲荷信仰と絡めて姫の長寿映画を語るラストとなっている。また、両妻 C に収録されている風3条とも筋書きが似ているが、玉水物語の成立に未解明の点が多い、ことから玉水物語と風 三条の関連性は不明である。相当くない昔、賭場に高柳の最小という人がいた。三十歳を過ぎても子供に恵まれなかったが、神仏に祈ったところ大層美しい姫君を授かった。姫君が十四、五歳になった頃、目のとごの月、紗という女房と共に、花園へ遊びに出かけた。そこは、狐の多く住むところであり、 ちょうどそこにいた一匹の狐が美しい姫君を見て、恋に落ちてしまった。どうしても姫君ともう一度会いたい、立派な男性に化けて姫君と結ばれようか、い,いやそれでは姫君の身が危ない、などと思い悩んだ末、狐は十四五歳の娘に化けてある、在家信者のもとを訪れ、養子にしてほしいと申し出る。男子ばかりが生まれる家であったため娘は、可愛がられたが、 思い悩んだ様子の娘は打ち解ける様子もない。後に、美しい姫君のもとで使えたいと養母に申し出たため、娘は、高柳の姫君を紹介してもらえることになった。娘は姫君に気に入られ、玉水の舞という名を授かり、月、さえと同じく朝夕離れずそばにお仕いした。姫君は玉水を他人が羨むほど寵愛しており、玉水が犬を極度に怖がったため、 屋敷内に犬を入れることを禁止したほどであった。しかし5月中旬の満月の夜、玉水は物げな和歌を姫や月さえの前で読んだため、姫君は心配に思っていた。一方で、玉水は養母からも深く愛され、手紙や衣装などを豆に送られていた。玉水が姫君にお使いするようになって3年の月日が流れた。その年の10月、 公用語が行われることになった。玉水は夜中に屋敷を抜け出し元の姿となり、兄弟、姉妹、指定、兄弟たちと再会。彼らの協力を得て、玉水は姫君のために五色の枝、葉に、ホッケ行が刻まれているという素晴らしい紅葉の枝を用意した。姫君と玉水はそれぞれに歌をつける。公用語を当日、姫君の紅葉に並ぶものはなく、 五度合わせて五章だった。このことを、三が聞きつけその紅葉を献上させると、今度は姫君を三大させるよう関白に命じ、高柳の最小にも三箇所を貸しした。玉水にも、津の国の角田というところが与えられ、養父母は大層を喜んだ。しかし、ある時養母が病気になる。物の毛によるもののようで次第に、容体は重くなり、玉水は暇をもらって、 養母を見舞う。少し病状が回復した頃、養母は片目にせよと言って、自分が母から譲られた鏡を玉水に渡す。一方姫、姫義務や月際からは玉水の帰りを催促する手紙が届き、玉水が大事にされていることを知った養母は喜んだ。ある夜、ハげた古着が養母の傍らに現れる。それは玉水のおじであった。玉水は、 私はこの病人と縁があり親のようにしてもらっているのです。ここから去って苦しみを止めてくださいと呼びかけるが、おじはそれはできぬ。この病人の父親は何の咎がもないのに我が子を殺したのだ。私は彼の娘の命を奪って同じ思いをさせてやると語る。玉水はお怒りはごもっともでしょう。我々は畜類であり、未だ業が深いのです。 しかしかと言って、善根を積まなければ、一体どうして、来世で人として、生まれることができましょうか。一時の感情任せに人を殺すなど、罪深いことではありませんかと、仏教の思想を持ち出しおじを必死で説得する。それを聞いておじもようやく心を改め、仮にこの娘を殺したとても我が子が帰ってくるわけでも、ない。どうが我が子を供養してやってほしい。私は出家して、 山にこもり念仏を唱えることとしようと言い残し、立ち去る。これにより、養母も解放に向かった。その後、玉水は、おじとの約束通り殺された狐の供養をし、姫君のもとへ帰る。11月となり、高柳の家は受代の準備で大忙しであった。玉水は一の女房として、一緒に御所に上がることとなるが、玉水の心は晴れない。 いよいよ時代の日も近づいてきた頃、自分は、畜類の身でありながら、お姫様に近づきたくこれまでお使いして心を、慰めてきたが、思えば、なんと儚きことか。姫君に正体を明かしたいが、それにより恐れられるのも辛い。いっそ時代の混乱に紛れて、姿を消してしまおうと決心した玉水は、部屋に一人閉じこもり今までのことを文にしたためて、箱に入れ、私に何かありましたら、 この箱をご覧くださいと言って姫君に渡した。姫君は、この先私の行く末を見届けてくれないの、と等が、玉水の決心は固く、この箱は月さえ殿などにもお店にならないよう。また中にある、小さな箱は何年も経って姫君が用を捨てようと思われた頃にお開けくださいと語った。姫君は箱を受け取り、二人でむせび泣いたが、 そのうち月きさえらもやってきて周囲が慌ただしくなったので、玉水はその場をごまかして立ち去り、姫君はその箱をそっと隠した。そして受大当日、玉水は車に乗るふりをして、姿を消してしまう。姫君の他女房たち、また中納言となった高柳の最小らも、玉水がいなくなったことを悲しんだ。姫君は、 箱の中身を知りたいと思ったが、帝が常にいらっしゃるので開けることはできない。そんな中、帝が行行をされる機会があり、この機会にと姫君はこっそり中を開けてみることにした。そこには玉水が、これまでのことを記した文が入っており、姫君は涙を流しながら読んだ。さらに手紙の最後には、長歌が綴られており、姫君への思いゆえに住みを離れお使いしてきたこと、重大を機に、 我が身のつたなさが思い知られ、身を引くことにしたこと、大世まで姫をお守りすることなどが読まれていた。最後は以下の二種で締めくくられていた。色に出ていわぬ、思いの愛をもこのことの葉に思い知らなん濁りなき世に、君を守らんまた、開けてはならないと言っていた。もう一つの箱についても、これは年を経ても夫から愛される箱であり、帝とも夫婦でおられる間は決して開けてはならない。 ことなどが、こまごまと述べられていた。玉水が、ちくるいながら、このような勇識心を持っていたことに、姫君は心を打たれた。2019年1月19日に行われた、大学入試センター試験、国語の第三問において、当作品が出題され、異色の物語として話題になった。ありがとうございます。